はい、皆さんこんにちは。ドアの脈ボーイキングタクです。今日は鶴岡の体験を紹介します。まず仕事体験から、はい、いろいろあります。そば打ち体験、休暇村ハングロと田川コミュニティセンター、そばどこ大盆寺、ふるさと村法屋期間などはお問い合わせで、はい、なお予約が必要なのでそれぞれ休日もあるので事前にお願いし、マーティンです。はい、絵ろうそく絵付け体験、確か小学校の時に覚えてます。戸賀市ろうそく店いいですね。はい、上野御殿まり教室、あのまりの制作体験、品織体験、関川品織センターで通年やってます。はい、自然体験はやっぱりスキー場、冬はスキー場ありますね。はい、いろいろ、はい、ゴルフ場、市内3カ所あります。はい、アクティビティその他いろいろもございます。はい、他にもまだまだございますけども、観光に関してはここまでです。はい、それではじゃあ鶴岡のイベント行事について、はい、1月は毎年これ神田ら祭りですね。はい、美味しいですね神田ら。2月は大山新州坂倉祭り、金峰山雪灯籠祭り、黒川の、大司祭、ろうそくの、はい、3月は鶴岡ひな物語と鶴岡商店街ひなめぐりですね。はい、4月は桜梅祭り、はい、根津ヶ関みこし流し、はい、これ弁当です。はい、5月は天神祭りですね。これ毎年25日覚えてください。山田川歌舞伎と大和農春の春の祭典、滝太郎祭りがございます。はい、6月は渥美温泉バラ園祭り、大山犬祭りがあるんです。はい、7月は出羽三山花祭り、黒川の野外農楽というのもございます。はい、ただし全てのイベント今年は新型コロナウイルスで中止ですね、ほとんど。はい、8月は出羽三山8月祭、獅子号藤島鶴岡伝統芸能祭、鶴岡お祭りといえば三大祭り、夏の三大祭り、庄内大祭、お祭祭り、赤川花火大会というのがありますね。はい、9月は合算ワイン祭り、10月は関川品織祭り、鶴岡大産業祭り、そして羽黒、朝日、厚見、藤島、串引きのそれぞれのお祭りもございます。はい、11月は鶴岡新そば祭り、山田川歌舞伎、大和の秋の祭典、12月は羽黒山奨励祭、だるま市というのもございます。鶴岡のお祭りもいいですよ、秩父よりもいいですよ。よかったらぜひ鶴岡のお祭りもコーナー収束したら足を運んでみてはいかがですか。それじゃあさよなら、バイバイ。